はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、世界流 G ランチの可能性模索委員会委員長の私、怪獣 G ランティスデッキを作ってきたんでご紹介していきたいというふうに思っています。怪獣 G ランティスっていうデッキ、これどういうデッキかっていうと、まあ、G ランティスがそもそも怪獣と相性がいいっていうのはちょっと有名な話でございまして、なんでかっていうと、2番の効果自分のメインフェーズに発動できて、フィールドのモンスター全部除外して、その後にそのこの効果で、除外したモンスター可能な限り元々の持ち主のフィールドに特殊ができるよっていう効果があるんですよね。でこれで何が起きるかっていうと、怪獣を送りつけたとするじゃないですか。で怪獣って元々の持ち主自分なんですね。だから G ランティスの効果で除外した怪獣自分のフィールドに燃え戻ってくるっていう、一旦相手に差し上げたカードを返してもらうっていうことができるんですね。これがすごい相性がいいんですよ。で今回は G ランティスを怪獣と一緒に組み合わせていきました。なのでまあこういう高校デッキになってます。でまあ、動きとしては基本的に怪獣を相手の盤面に送りつけてモンスターを除去して、で、まあ、この辺の、まあ、全部パケカードをね使って相手の魔法トラップとかモンスターとか、まあ、その厄介なやつを処理して、で、リンク4までつながっていくと。でリンク4につなげる方法は、一応今回スクラップリサイクル採用します。まあ、何でもいいんですけど、手札1枚からリンク4につなげられるカードって何でもいいです。まあ リサイクラーかなと思って、手っ取り早く買ったのがリサイクラーなんですけども、まあこれ石突きめくと結構踏むとかあるんで、なんでまあ他でも何でもいいんですけど、まあ前回ねマリンセスデッキ使ったけど、マリンセスとかでもまあいいと思いますし、まあこれのギミックを使ってまあリンクをつなげていくと。でリンク4につなげたら、まあ、アクセスコールとかでもいいし、まあバレルソロとかでもいいんだけど、まあこれのモンスターを使って1回 G ランティスにして、で送りつけた怪獣を返してもらうと。で怪獣って怪獣カウンターが あるとすごい強い効果が発揮できるんですよ。例えば京都ウォーターフロントっていうこの怪獣カウンターが置けるカード、これを発動しておくと、例えば画面シールだったらもう単一がない無効化無効系の効果をずっと打てるとか、あと今回ちゃんジーランティスと相性がいいのはこれですね、ジラディア。なんでかっていうと、リッターに一度自分の相手のフィールド上の怪獣カウンターを2個取り除くと、自分のフィールドにグラディアントークンを出せると。でラディアントークンが打点2800あるんですよ。でこの2800打点がめっちゃ強くて、これ例えばGランティスを相手の盤面に送りつけて、あGランティスじゃない、ラディアンを相手の盤面に送りつけて、自分の盤面にGランティスが出しましたと。で、Gランティス効果で全部一体除外してこれ返ってくるんですね、自分のフィードに。でラディアンの効果でトークンを出すと2800、2800、2500でワンキューなんですよ。もうこれがね結構ね美しくて動きが、今回ちょっとこれを決めていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ単純にリンク4までつなげられるんで、アクセスコールトーカーと、サンダーザキングとかで、ワンキル取れることもあるんで、まあ、それやるんだったらそれやるのもいいんですけど、それじゃない時に、その今の言ったギミックが使えるっていう感じですかね。はい。で、相手の墓地の、モンスターパクっていきたいんで、霊使い系は結構いっぱい入れてます。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。なるほど。手札はそんなに悪くなさそうな気がしますけどね。これテラファミングとかライトニングストームとかあるんで、まあ、意外と通ってくれると参戦もあるし、割とねハンドは強いんだけど、ただもうなんかねゴリラみたいな展開してると無理なんだよな、ティアラメンツがなんかね異常な、あれ、弱い、なんか超高速にターン終わった、3枚来たけど、これなんかワンチャンありそう。ライトニングストームは打たないといけないか。まずクライムとかあんのかな。ちょっと一回さ、ティアラメンツじゃなくすればいいんでしょ。大体全部ティアラメンツじゃなくすれば大体いいんですよ。ティアラメンツがいないと打てないんだから、大体のカードはテラフォーミング打つ、テラフォー打つ、あーうららかー。いやまあまあまあ、でもここでうらら打ってくれたんならまあよしとするか。まあ、スクラップリサイクラーとかね、その辺に打たれる方がまだどっちかというときついんで、いったらライトニングストーム打ちます。うわ、相手の魔法トラップカードを全て破壊する。なんかサリークとかその辺は絶対あるだろうけどね。サリーク無限包囲をくらい、もうまあまあまあ、これ全部さ吹き飛ばしたのでかいけどね。まあ、レイノハート持ってくる、ハウフニスじゃないんだ、それハウフニスではないってことは、ハウフニス持ってんのかな。じゃあ一旦まあスクラップリサイクル召喚で効果発動にチェーン、あーまあまあまあ持ってるよな。はい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 。まあでもこれは俺はもう行くしかないから、レサイクラーが入っていくしかないんだけど、こっから俺のターン、まさ、あれですか、まるで俺のターンのように動いてくるやつね。
で幻獣機オライオンのトークン生まれる、で命令効果で融合する、はいはい、いいでしょう。普通に考えてさ、全魔法トラップカードにさ破壊された時の効果ついてるマジやばいよね。意味わかんなすぎない？ティラメンと戦ってると文句しか出てこねえわ。なんでそのなんかライトニングストーム打ったらなんか展開が伸びるとか意味不明なんだけど、本当にマジで何のためのライトニングストームだよ。高校強くするためにさ、なんかあれなんじゃねえな、そういうカード吸ったんじゃねえのかコナミ、おい聞いてんのか。バカるしかねえよなこんなもの。とりあえず一旦ジェスターコンフィ特殊召喚して、でまあサクリファイスアニマ出すしかないわな。サクリファイスアニマからの一回相手の怪獣パクるでしょ。はいはい、よいしょ。でだこれは一旦参戦の際で、まあパクるしかないっすよね。あれ守備表示だからな、あのモンスター。それは鬱陶しいんだよな。ガレードハートもらい受けます。でダルク出します。はい、闇属性含むモンスター2体でダルク OK で、ダルクで相手のモンスターパクります。闇属性ティアラメンツカレードハートパクリング OK。 はい、ういういあ、え、これ効果打てるんだ俺。え、あ、そうなの。え、やっぱさっき効果使ったじゃん俺。あ、これ、あ、俺らのプレイヤーごとに使えるんだ俺。このカードが特殊が成功した場合バウンスする。え、これプレイヤー単位では1ターンにしたってこと俺。あ、そうなんだ。これさっき使ってるけど俺が特殊がしたら俺が使えるんだ神。まあ俺のモンスターだしな。まあ俺のモンスターであるからな。え、これもしかして、これもしかしてセレアクしたら勝てる。え、あ、セレーヌアクセスしたら勝てそう。ここで3つでセレーヌ出す。え、これカレードハートパクったやつさ殴れないとかないよね。で、セレーヌ効果ジェスターコンフィが一応守備表示で特殊召喚できるんでね、これ。はいはい、おいで、おい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 、あれあれ、ティアラメンツさんどうしました。ティアラメンツさん、あなたのライフ8ステージかないですよ。逃げるな逃げるな、ひきょう者。あー、なるほど、共闘ウォーターフロントとガメシエルという最強のパーツは来てはいるが、ちょっと召喚剣かぶりが気になりますね。リサイクラージェットシンクロ、これかなりあの高校からまくっていく場合って全部の手札をアクティブにする必要があってめっちゃ難しいんですよ。ちょっとリサイクラーがね、一枚その要は被ってると弱いんで、リサイクラーとかのラプターとかってそこが難しいね。ただやっぱこっから繋がるリンクスがえげつないので、まあ一番お手軽にリンク伸びるかなと思ってリサイクラー入れてたけど、石とかも踏むしね、これリサイクラーって。だからまあちょっとその辺は難しいところではあります。はい、なんか1枚から手札1枚からさ、石突踏まないでさリンク4ぐらいまで繋がれるギミックがあれば一番いいかなと思ってるんだけど、緊急テレポートからのなんかパンクとかやったらなんかそういうのできるのかな、ちょっとわかりませんが、はい、まあ、とりあえずマリンセスは割と怪獣が刺さりそうではあるね。マリンセスって基本的にそのどでかいものさバーン立ててエンドする来てくるような感じのデッキだと思うんで、なんでまあ怪獣1匹で結構盤面が崩壊するっていうのは割と言われてる。最近ちなみに G ランディスがね追加されてマリンセスもかなり強くなってると思いますけどね、まあ、動画にも多分僕はしてるとは思うんですが、この動画作る前に撮ってるんで、まあ、ちょっと編集の順番がどうなってるか知らんけど、はい、いいでしょう。アルゴノート、なるほどなるほどなるほど、アルゴノートで、これ魔法トラップカード一回無効にしてくるので、一旦怪獣ショってからじゃ本当に共闘終わったら貼ってから怪獣プって投げるとカウンター1個得するんでいいんですけど、ちょっと今回の場合はチャンガメぶん投げた後じゃないと魔法トラップ無効にされちゃうんで、共闘終わったら無効にされたら意味ないから、はい、でセルビメイデンで OK で、セルビメイデンでシース、バトルオーシャンが守られると OK で、アルゴノート、あ、ラディアンも来た、なるほど、ラディアン来た、お、これラディアン来たらラディアンだな、
さすがに。これね、これかなり強そうな動きできるぞ。まず相手のアルゴロート吹き飛ばして、これ君にあげちゃう。はい。でまあ、コーラランの効果によって自分の持ちからマリンセスカード持ってこれるんで、回収するのどうでもいい。オッケー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 。ほんで共闘ウォーターフロンティングからの1回全部破しよう。1回全部破する。で自分のフィールド上にこれまあラリアンとりあえず上げます。で実は最強モンスター雷撃怪獣サンダーザキング爆弾。雷撃怪獣サンダーザキングの皆さん、モンスター効果ってご存知ですか？ちょっとこの後ご説明したいと、ご説明を申し上げたと思ってます。はい。でこれ、ただ怪獣持っていきましょう。怪獣、まあ何でもいいが、まあ、とりあえずラディアンから持ってきておくか。でだな、雷撃怪獣サンダーザキングの効果を発動するぜ。カウンターを3つ取り除くことにより、このターン相手は魔法トラップモンスターの効果を一切発動することができなくなったぜ。ちなみにこっからアクセスコールトーカー集まりつなげれば勝ちなんだけどね。Gランティスが使いてえから、 Gランティスムーブするわ。オライオン、はい。で効果ゾーン、これもしはね雷撃怪獣じゃない場合はこの動きすればいいんですよ。雷撃怪獣ない場合はね、スクラップピングは今、ちなみに怪獣っていうモンスターはね、もともとのコントローラーなんでフィードに戻るんでね、あれ怪獣って僕のもんじゃないですか、もともとは。おい、伸びたってやつじゃないですか。だから、相手のモンスターを、自分のフィード上に呼び上がらせることができるという、まあ、ちょっとチートコンボがありまして、で、ワイバーン、ちなみに、これ、共闘ウォーターフロントも非常に相性がいいです。フィードのカードをバカバカ破壊するんで、京都ウォーターロードのカウンターもめちゃくちゃ溜まると。さっき3個溜まっててもうゼロになったのに、また今、溜まっているという話ありますね。はい。でまあ、アクセスコールトーカー出した勝ちなんだけどね。これちなみにユニコーンアクセスすれば勝ちなんだけど、Gランティスの動きをする場合はこういうことしますよという話を、あ、じゃあこっちか。これでこうですね。はい。でリンク4までつなげていく。 G ランティス出てくる。で G ランティスの恐るべき効果を発動して、フィールド上のモンスターを一旦全部除外して、で除外したモンスターを元々の持ち主のフィールド上に呼び下ろすと。ってことはさっき先ほど来、差し上げたラディアンがなんと私のフィールド上に舞い踊ると。はい。そしてちなみに皆さんよくご存知ないかもしれませんが、実はラディアンっていうのはですね、めちゃくちゃやばい効果を持ってまして、カウンターを2個取り除くと、なんとラディアントークンを出せるんですけど、これラディアントークンの打点見てください。ラディアントークンの打点、はい、2000やっぱあるんですね。やばい。ちなみにラディアントークン、ラディアントークン G ランティスだけで8000超えます。やばいでしょ。はい。まあいろいろ、まあいろいろできるんだけど、この後まあ殴りゃ勝ちなんで殴りますか。バトルこれがしたかったんですね。ちょっとなんかうまいこと、絶対 G ランティスしなきゃいけないっていう場面にはなかなか遭遇しなかったが、この動きをしたい。なんかちょっと若干理不尽でしょ。相手に怪獣を送りつけて返してもらう。うん。まさにジャイアン。あー、参戦かぶりか。いやこうね、アクティブな札がね少なくなってくると、高校一気に厳しくなってくるんだよね。そのとにかく手札を全部有効活用しないとさすがに手数が足りないっていうのがありまして、アドバンテージを稼ぎすぎるんですよね、先行遊戯王って。マジで本当高校は毎ターン増殖する G 引かないと無理。毎ターンっていうか毎回基本この環境。ちょっとなんか俺も提案があるんだけどさ、なんか高校のさ、なんか今現在の遊戯王ってさ、高校のドローなんか3枚くらいにしても許されるんじゃね。先行はドローなしではいいけど、高校はなんか3枚ドローから始まるみたいな、なんかルールにしても許されそうな気がするね。どうなんだろうね。カードパワー的にその手札誘発とかはまあもちろん積んだ方がいいと思うけど、高校3枚ドローから始まってもなんかワンチャン先行勝ちそうじゃね、現代遊戯王って。
だからそのぐらいのねカードパワーなんだよね。だマジでね、あのね、ちょっと一回なんかやってみようかな。あの先行芸が強すぎるので高校3枚ドローで遊戯をやってみたみたいな。ああ、なんかでちょうどいいバランスになる可能性ない、わかんねえけど。なんか社長、え、これもしかしてありえない、ありえない盤面作れられるんじゃないですか。これこれ画面シールしかないんですけど、僕社長、社長の盤面やばすぎるんですけど。やばいって、無理だって。いや、この盤面作られたら勝てないって。一応今アホートラップカード無効で、効果発動したらモンスターパクルが、4回ぐらいあるのか、4回ぐらいあって、で特殊化効果無効が2回。あ、ラディアン来た。嘘でしょ、嘘、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘。これモンスターパクったらなんとかなんのかな。まあ、とりあえず一回羽暴起ぶち込みやすい。はい、まあ、サイフルトル向こうだね。サイフルトル向こうにしてくる。いや、これやばいな。参戦で、パクる、参戦パクリ、参戦パクリ、エンドフェイズまでコントロール得ます。いや、これ2ドローしたらなんとか、ライトニングストーム引いたらある。いやー、でもそれを首かけるの微妙だよね。これパクって、パクって殴ったらいいんじゃないか。ピラミキーノだ、ピラミキーノ。これピラミキーノしました。まあ、とりあえず、社長をヘッドハンティングして、で、盾にして、こいつはまあ今効果なんもないんですけど、3000打点があるんで、一回エクゼクティブシーズンぶっ殺せばいいんだよこれ。一回バトル、一回倒そう。ちょ、一回あの1800守備うざいから。え、あ、あ、ヘッドハントで、ヘッドハントして社長ヘッドハントで帰っていったんだけど、あれ、あれ、なんか引き抜いたら引き抜かれたぞ。あれ、おかしいな。あれ、これこれすれば突破できるって思って一気揚々とブリングしたのに、どうなってた。あれ、オライオン、オライオンを許して、オライオンを、オライオンを許して、許していただけませんかね先生。いやー、それは、社長、もうちょっとね、人と対話するデッキ組んだ方がいいと思いますよ。